宮城テレビ一杯ダンロップジョコオープン2 4日開幕大須賀のぞホームコースで勝てるように頑張りたい日本女子プロゴルフツアーの宮城テレビ一杯ダンロップジョコオープン放置新聞社公演は24日から26日まで宮城リフ GC6591 ーーヤードパー72で行われる出場アマチュア選手選考会7月を3位で突破し 出場権を獲得した同 GC 研修生の大須賀のぞ、19、東北高卒が本戦に向けての意気込みを語った、ホームコースでは負けられない。今大会へ、人一,一倍投資を燃やしているのが19歳の大須賀だ。宮城東北高卒業後、リフ GC の研修生となった。約1年半、連日のように同コースで練習を行ってきた自負がある。 19年大会以来、2年ぶりに出場する同大会へ向け、ホームコースで勝てるように頑張りたいですと意気込んだ。研修生の道を選んだのは、明確な目標があるからだ。大学に行くことも考えましたが、プロになることが目標なので、リフ GC ーーさんの研修生になりました。週に4日はコース案内などの仕事をこなす。仕事が終わった後はラウンドをしたり、アプローチなどの練習を行う。 充実した練習ができていると思いますと胸を張る。同様に予選会を突破して出場した19年大会では無念の予選落ち。ただ、この2年間で着実に成長した。今年から男子ツアーで A 級シード保持者の中島恒幸、66、絵本格的に弟子入り。コロナ災いもあって常に指導を受けられるわけではないが、中島が主催する合宿にも参加。 ツアー通算48勝の実力者からコース攻略の考え方などを学んできた本当に優しい方ですと感謝している4月の KKT 一杯バンテリンレディスでは同様に中島から指導を受けている同門の山下美夢たもつ20加賀電子がツアー初優勝ジュニア時代から進行がある同学年のライバルの活躍も刺激になっている小技は山下に負けないと思う プレッシャーはありますが、研修生として、結果で恩返しができるように頑張りたい。身長147センチの大菅が慣れ親しんだリフ GC で、大活躍を狙う、高橋博士大大菅、のぞ、大菅、のぞみ2002年2月1日、宮城県生まれ、19歳、4歳からゴルフを始める、父の淳さんがコーチ、 プロツアー初出場だった19都市の宮城テレビ一杯ランロップ女子オープンは予選落ち、昨年はプロテストを受験も突破できず、家族は両親、弟、147センチ、血液型 A。